大海原へと繰り出した創造神と破壊神の新たな大冒険。よし。え、あ、やばい。何やそれ、ガーディアン。なんか掘る、なんか掘る。これや。ああ。遭遇した敵の出所を探るうち、海底神殿を発見。少しだけ内部に侵入したものの、タイムアップを迎えました。あ、次回の収録は1ヶ月後です。それまでは宿題期間を設けております。ここに拠点を作るのか、海底神殿に行くまでの。海底神殿はもう何がいいって火つかへんからもう俺が燃やす心配もないわな。ないない。1ヶ月の宿題期間に突入。今回も1台の任天堂スイッチを交互にプレイしながら、それぞれの得意分野を突き進みました。良い子のマイクラでサバイバル生活。海底神殿攻略に向け、創造神のハートに火がついたようです。まだ前回撮ったやつが配信されてないんですよね、今日の時点ではね。今日のこの時点では、うん、なんかね、どうやらね、シャープ4がね、うん、薄味やったらしいんですよね何薄味って。なんでもう速攻で、うん、もう次の収録をしようっていう、うん、ことになったみたいですよ。でもその薄味やったっていうのがあったから、うん、ちょっとこのシャープ5はすげえのを見せようと思って、宿題すげえ頑張りましたよ。まあ俺もめちゃくちゃ掘って何やろうな、俺びっくりしたもん、ツイッターでさ、うん、よし今シーズンも掘るぞって文字にして、おうおう、ツイートしたらすげえ反響あってえ、これだけ詰めただけでこんな反響あるのって夜中に普通に名古屋のホテルでポンってつぶやいたら、でちょっとなんかボケーって風呂入ってパッて見たら、もうすぐ反響うわー掘ってへんやないかなんで風呂入ってんの、まだ掘ってんの焦ったね、やべえ思って掘らなーって薄味が続かないよう頑張ったという宿題の確認へ。まだ第一拠点からですよ。また割ってる。え、またガラス割ってるやんけ。嘘割る、嘘これを用意しましたよ。あー、ぶっ飛ばしてもた。おい、乗った。加速レールまで行ったらブイーンと勝手に行きます。おー、おい、行った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 。うわ、すげえ、こんなんあんねや。なやこれ、ん、おどんどん進むやん。そう、どこ行けんのこれ。すごいとこまで行くよ。うわー、すげえ。ちょっと一回だけカーブ入ったのが気に食わんな。映画なんですね。混んでいきたかった。あ、トンネルや。どこやろ、どこ連れてかれんのやろ。勢いよく進むトロッコ。線路はどこまで続いているのでしょうか。あ、登ってった。あ、あ、落ちてった。当たんない。ってった足んなかったか、ここあれ、ゲイ、当たんない。行った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 。って面白さもあんのかい。そうそう。うわ、すげえ。おお、すげえな。どこやこれ。それ海底神殿。え、どこ。右のやつ。今の、うん、見落とした。見て欲しかったのに。うわーだー燃えた。うわお前燃えたぞ。あれ、有野電鉄の海底神殿経由、通勤快速マグマ行き。もう燃える心配はないと言ったそばから丸焦げに。燃えた。うわあ、鶴橋投げてもうた。上がってください。ボタン間違えて鶴橋投げてもうたん全然違う。そんなバシャバシャってなんねんな。ほんまやな、初めて見た見た、すげえのいっぱいの。いや、なんか海底神殿のとこ通った。どこどうした、腰弱くした腰悪くしたどうした、腰悪くしてる。腰弱してる。あれ、何やこれ。腰弱してるよ。何やこれ。あれや、マイケル・ジャクソンのあれやあのギューって斜めになってピタッて止まるやつ。有野さんの力作。第一拠点から海底神殿までの長い距離をわずか40秒で結ぶ交通手段が完成しました。さらに創造神は、あれ、なんか扉がある、なんか作ったの。そう、あれ、なんこれ、お祈り捧げるところこれ駅。駅、え、またなんかあんの。
そう、トロッコ乗って海の上を走るレール、今度はどこへ続いているのでしょうか。なやここ何すんのこれ。進んだ進んだ、めちゃくちゃ長いやん。そうやねん、これびっくりした。どこ行くねん。なんちゅうの作ってんねん。どこ行くねんこれ。ずっと行ってください。来た、大陸来た、大陸来た。あ、なんか拠点やん。あ、なんやこれ。そう、洋館。あ、燃やしたとこか。そう、洋館たどり着くなったんや。海底神殿近くの拠点から、これまた長い距離でつながっていたのは、炎上を経て制圧に成功した森の洋館。やっぱ塞がってなかったわ。自然に修復されるかなと思ったけど。それは無理やろ。燃えたまんま。さらにその洋館からもレールが続いていました。浜口さんも向かおうとしますが。全然難関じゃないよそれ。よし、やっと降りた。いまだにはしごが苦手。ほいで、これ乗んの。はい、乗った。どうぞ、前に。あら、曲がった。おりゃ、行った。あら、何これ。なんか森の中走ってるで。そう、蟻の電鉄、今度は森を抜け、トンネルで山を越えていきます。なんやねんこれ、めっちゃ長いやんけ。どこ行くねん。どんだけレール作ってんねん。ついた。レールめっちゃ作ったよ。ここ。え？ここどうぞ、ここゲート。なんやこれ。あ、村？そう、村。およそ2000個のレールを使って3地点結ぶ路線を開通させた蟻野さん。そう、こちらはかつておっさんがいてびっくりした村。そこに創造神は敵から守る外壁まで建設していました。で、ここで村人の増やし方を教えてってツイッターに書いたら、扉をたくさん作って、でパンをいっぱい村人にあげてくださいって言って、パンをいっぱい食わして、うん、で作ったんですよ。ここ2人入れてんけど、村人増えんのかいな。村人増えんねんって。禁断のお前あれやで、それ人が人を作るって。神になったのか。禁断のあれやな。禁断のあれやで。禁断の何やねん。そうやな、創造神人まで作れるようになったか、ついに。作ろうと思うんだけど、作り方が分からへんのよね。いっぱい作り方をね送ってくれんねんけど、やっぱ文字じゃ難しいねんな。入った、一人入りよったん今ダッシュで。ほら、あ、火くれたら扉の中入りたかんねん。めっちゃ見てるやん。パン持ってるわ。俺は創造神じゃないからな。貴様らが見てるのは今は破壊神だ。なんて偉そうや。最後に前回ベッドのみだった海底神殿近くの第四拠点を確認します。もう神殿作ってるやんけ。すげえや、何この松明。ほら、あの村で見たやつやで。村でこんなんあったやろ、キューブのところに松明つけるっていう、うん、あの建築技術をパクったんや。そう。これかっこええなと思って。確かにこれはかっこええわ。で、塔を見てくださいよ。これなんや、これ水の塔や。水の塔もそうやねんけど、水のみにしたんです。あー、ほんまやな、水柱や。これ泳げんのかな、なら中に。あ、上上がれんじゃない。そういうことか。無理や。流されんのか、横へ横へ。お、ちょっと上がった、上がった、上がった、ちょっと上がった。見てた。うまいことやって上がれんねんな。ちょっとな、ちょっと上がれるやん。上がった、上がった、上がった。うまいことやったらいけるな。あ、難しいこれ。どうやってやって、ちょびちょびって微調整しながら。あー、落ちた。アトラクションできてん。うまく登れるか、水の遠泳ぎ選手権やな。行って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 。お、お行ってん。お、これ難しい。
おい、あ、来た、合格、あ、はい、ライフ意識なかったご褒美それライフ蹴んのが一回寝ますよ。どこや。そのぐらいで、あ、これ、あ、もうすぐ野宿やんけ結局うん、立てられへんかった。側だけか。側だけなんですよ。第四拠点のメインとなる建物、立派なのは正面だけ。そんな貧乏ちゃまハウスには見慣れないものが。なんか書斎あるよ。え、なにこれ。あ、気づいた。本あるやん。エンチャントしないとっていうエンチャントテーブルですよ。何なんのエンチャントしたら。これなんか自分の経験値レベルを使って武器の力を上げたりとかができるみたい、時代は進んだなこれ剣一個だけ作ったよ。これこの紫の剣、鉄の剣、さあ一攻撃力がちょっと上がってんのよ。すげえな、それエンチャントしたの。そう、プラス7。それなりに忙しい芸人さんなのに1ヶ月で生み出し続けた創造神、さらにはこんなものまで。ほら、家っぽいやろ。うまい。うわ、気持ち悪いもう盛りすぎやぞ繁殖できたのよ。繁殖に成功したら。え、繁殖とかできんの。そう、バンバン繁殖できて。寝床と羊1匹だった寂しい拠点が動物であふれる賑やかな牧場へと生まれ変わりました。羊も数えていたら眠くなるくらいたくさんいます。うわ、もう降りすぎやで。これ間引かなあ、落ちた落ちた、あれ落ちよった、落ちた、ほらもうやられてる、もうゾンビやん。落ちてる、ちょうど水があるから落ちてんで。ほんま、あかんやん、マジでなんで落ちちゃうの。鈍い音鳴ったかな。何見とんねんこれ折りすぎちゃう。これちょっとあの藁取って藁上げてってしたらどんどん求愛すんねんけど。どこへ。うるせえな牧場に向いてへんなむっちゃ来るやん。なんや。破壊の神だと知らず懐こうとする動物たち。この野郎どけい殺すな殺すな屋上の殺すなよ。だってたかってくるからさアニマル嫌い浜口が大暴れ。この野郎どけ小麦で牛を叩くなよ。足さ圧迫しやあー、またやった、あかん、あかん、どけどけどけ、めっちゃ殺してるやんけ。どけどけ、やめてくれよ俺の牧場ひどいな、警察通報したいなどこや出口。もっともっと左、もっと左。あー、これか、それどけ入ったな。うわ、バンバン失ぐってる。もみくちゃになりながら出口を見つけた破壊神。下にもある。どけっつうねようやく外に出ると大惨事に。あー、逃げた逃げた逃げた閉めてうわー、めっちゃ逃げた。うちのは逃がして殺してる逃げんねやったらもう、逃げんねやったらもう、逃げられるぐらいやったら小麦でやめてくれやめろあー、剣やられた怒らせてもうた。うわー、もう肉いっぱい散らかされた。牧場減ったなあの日、崖に取り残された動物を救った優しい君はいずこに。逃げねやったらもう。逃げ惑う動物たちを追い回し無双する。破壊神の深すぎる闇があらわに。やめろあー、剣やられたと宿題の確認だけでこのボリューム。そろそろ本題へ。海底神殿を侵略しに行こう。一回寝たっけ。森の洋館に続き海底神殿ももらうつもりのようです。写真撮るか。海底神殿攻めに行くぞって。海底神殿制圧に向け勇ましい写真を撮ることに。あ、はい、武器よし。え、どこ。あれ
あったあったあった、こっちだ。何これ骨やんけ骨かっこ悪くねえかお前剣で俺骨なんか白いけどさ記念撮影を終え、それぞれ準備に取り掛かります。あ、松明いるな。中いるんちゃう、暗いやろ。明るいかな、明るないか。何一人喋っとんねん急に怒んなよエンチャントしたやつ持ってってるけど。ほんまや、頼むぞ。有野さんはエンチャントした剣と肉、濱口さんは剣と肉と骨を持っていざ海底神殿へ。そにやろ、やられた。敵が現れて何やら体の周りにモヤモヤが。砂を入れて砂を掘ったら水がなくなるねんな、うん、え、そんなんなの。海に隠れていた海底神殿、そこに砂を大量投入。その部分を掘ることで水が抜かれ、神殿の一部分が顔を覗かせました。こんな近くに拠点作られてるって知らんのか。まだ海底神殿サイドはな、この脅威を知らんねんな今あれ何これ。ここを掘ったら多分入れるはずやねん、神殿に。ああそう、もう入れるようにしてくれたんや。そう、あ、スコップ行ったな。手でいいよ、手でやってるんだ。武器減っちゃうから。うん、おお、来たやん、おるやん。あ、なんかおんな。黒い怪しげな物体、しかしどこかに消えました。今もこれ入り口ないな。あれ入ってないな。こっから掘んのちゃう、こっちを。来た来た来た。え、なんか二人とも臭いな目印になっちゃうか。入り口を探してとりあえず地面を掘ってみます。なんかふわーっと入ってったのにな、この間。あ、穴掘った、水出てきた。地面の下は海、果たしてこの先には。とここで、ここはまだ大丈夫じゃないかな。あ、管理人、ようこのお二人こんにちは。今回の放送はここまでです。嘘、神殿突入や。海底神殿のなんか掘り方とかも聞いてみる。あ、そうね、この神殿のブロックは取られへんねんね。俺手掘りやからか。手掘りか。俺手掘りやねん手掘りってことはなかなかない手掘りの熊とかも聞いたことない。手掘りやろ熊に見えへんと思うけど次回、海底での熾烈なバトルがスタート。あ、空気がない、やばい、死ぬ。うわうわすぐ食べてる。やめろ。うわ、濱口さんに新たな異名が。ポンジいる。あ、それはもうポンジ先輩がいてポンジ先輩って完全にいじられてるやん